こちらアメリカのガルフストリームパーク競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃った見事なスタートを切りました。どの馬が先頭に立つでしょうか。バックスボーイ前に行きそうです。シャワーエンペラー、それに続いています。さらにはジムアイス、7番オナーグライド、その後ろヤグリ、後ろからになりそうです。それでは先頭からオナーグライド先手を取りました。内からはチックスディッシュ、並んで5番チェリーケーポイント、その外にプレザントハント、その隣にバックスボーイ、その外にシャワーエンペラー、緑の帽子ジムアイス、その後ろ、その外にクリークラム、並んで4番アーバンムード、すぐ後ろにアイランドルーブル、ナインカラット、そのうちに続いています。しんがりからヤグリ、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。もう一度先頭から7番オナーグライド、依然として先頭、緑の帽子プレザントハント、その後ろ、その外にバックスボーイ。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。さあ先頭は依然として7番オナーグライド、プレザントハント、ほとんど差がありません。バックスボーイ3番手、大外からピンクの帽子河内大王、伸びてきた。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。オナーグライド先頭、差はほとんどない。2番手はプレザントハント、残り 200m、 オナーグライド先頭だ。リードは1馬身、後続の足色はどうか。一気にバックスボーイ、ヤグリかわす、ヤグリヤグリ1着、2着にはどうやら河内大王、勝ったのはヤグリ、見事な勝利です。さあ直線に入りました。これからの勝負、ここで先頭に立ったエアジハード、エアジハード先頭、2番手はカフェウィングス、先頭を捉えるか。やはりエアジハード先頭だ。残り 200m、 エアジハード先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。カフェウィングス食らいつく。エアジハード、エアジハード1着、2着にはどうやらカフェウィングス、1番人気に応えました。エアジハード見事です。4コーナーカーブから直線コースに向きました。ここで先頭は杉の早風、残り 200m、 先頭は杉の早風、河内サタデー一気にやってきた。河内サタデー抜けた。河内サタデーもう一伸び、先頭は河内サタデー1着でゴール。河内サタデー1着、2着以下は混戦です。これが世界の実力だ。河内サタデー